こんばんは宮崎よ子ですこんばんは石澤則夫ですさあ四月に入りました新生活が始まったという方も多いと思いますけれどもこの番組も今夜からよそいも新たにお送りしていこうと思っております先週もご案内いたしましたが中村芽子さんからバトンを受け取って私と一緒に昭和を紐解く旅に出かけるのは宮崎よ子さんですどうぞよろしくお願いいたします 大切なバトンをお預かりして、はい、あの楽しみだなと思う反面、うん、まだまだちょっとドキドキしておりますので<え>どうぞあのラジオを聴きの皆さんと一沢さんとに頼って一緒に楽しんで昭和を歩んでいきたいと思います。はいえー、一ついということでお願いいたします番組はです、ねえー、いよいよ3年目に入ったということなんですがこの番組「ラジオで語る昭和の話」は「 平成から令和へと時代が進み、まあ、遠くなりつつある昭和のさまざ、あ、まな記録や記憶そして文化を皆さんと一緒に振り返っていこうと思っております。で今夜はですね宮崎美子さんがパーソナリティを務める最初の、まあ、放送ということでありましてズバリはじめまして <laughs> 宮崎美子と」と <laughs> 題しましてね、はいえー、昭和生まれ昭和育ちの宮崎美子さんのこれまでとこれからを 四、えー、つの節目に分けながら辿っていこうと、はい、思っております。まあの最初の回ですので、まあ、<laughs> 自己紹介といいますかそうですねそういうことですね名刺代わりにとはい名刺代わりに、ね、よろしくお願いしますしお願いいたしますラジオで語る昭和の話今夜は宮崎洋子さんの人生 <laughs> そしてそこから漂う昭和の香りを感じてやらこうと思いますどうぞ最後までお付き合いください今夜は はじめまして宮崎よしこですと題してお送りいたしますまずねあの宮崎よしこさんのプロフィールご紹介したいと思います照れないでくださいね <laughs> もう本当に緊張します <laughs> はい。宮崎よしこさんは熊本県のご出身です熊本大学在学中の1980年篠山紀真さん撮影による週刊朝日の表紙モデルで注目されその直後に出演されたカメラメーカーの テレビコマーシャルがですね、まあ、社会現象となりました大変な人気になりましたね <laughs> その後、まあ、本格的に芸能界にお入りになり女優としてテレビドラマ「元気です」でデビューされます2年 B 組先発先生や NHK 連続テレビ小説「ごちそうさん」映画の「ラン」あるいは「雨上がる」など、まあ、数々の作品に出演されていますさらに「クイズダービー」や「Q 様などの「 クイズ番組ですね。バラエティ番組でも活躍をされているという本当に多方面に活躍ですね。ええ、こうやって紹介いただくと、いろんなことをしてきたんだなと思いますけれども、<laughs> 40今年で1年目になるんですね。<あ>気づけば、ええ、はいね。あっという間ですか。そうですね。な、うん何でしょう。あの私の同級生が、うん、あの 定年だという話を聞くと、えー、あ、私もそういう年代だ。うん、でも定年のない仕事に就いたんだな、ね、ということも改めてまた感じたりしているところです。えー、なるほどね、えー。芸能界デビューが今ご紹介しましたように大学在学中だでその時に撮影されたあの週刊朝日のね表紙ですよね。はい、まあ私も拝見しましたけれども。 い、ええ、いやななんんて可愛い子なんだろうとってあの時は女子大生です、ねはい、そうなんです<た>そうなんですあの表紙も「女子大生シリーズ」ということだったんですよね。熊本の大学生で芸能界とかそういう世界は全く遠いものですからそうですね何してたんだろうなあの、まあ、ちっちゃい頃はちょっと引っ込み思案なタイプでした、うんあらはい あんまりかけっこですとかボール投げも得意じゃなかったので、うん,、うん、うんあでも木登りは好きでしたよ。は？木登り。<laughs> 田舎のことですね。<laughs> うん、うん、そうですね。あと女の子はゴム跳びやってましたね。ああまだその頃そんな遊びがありました。昭和のはい小学生は、うん、中学生になってから計算弱クラブに入ってました。<laughs> すか <laughs> 昭和でしょ？計算弱計算弱は使ってましたね。 授業にありましたありましたよねなんだろうって思いましたものしかなっていうはいだけど計算弱クラブがあったあったんですよ中学に放課後集まって教室で時間を決めてチッ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 てタイマーに合わせて一斉にスルスルとカーソル動かして計算するんですよ静かな地味な部活でしたけれどはい競技会があるんで頑張ってました 協議会があるんです。<laughs> ですよ。<laughs> なるほどね。計算ジャッククラブに入って、そう。木登りが好きで、えー、まああのゴム跳びもおやりになり、はい、計算ジャッククラブに入っていたその女の子はですね、うん、どうしてこのお芝居の世界につながっていくんですかね。<laughs> そうですね。あの子供の頃から声を出して本を読むというのは好きだったんですよ。うん、なのでその 声で何かを表現するということには興味があったんですけれども。演劇っていうのは。でもそうだ、高校生の時、2年生の時。演劇部にいました。あ、公演の前に、あの大道具係で色塗ったりとか。組み立てたりしてましたね。村方さん。ですかそうでした、そうでした、はい。役者さんじゃなかったですね。はい、あ、そうだ、いろいろ思い出しますね。 あでもそうやって伺うと声に出して本を読むのが好きだったとかね、はい、そういうそのまあ裏方とは言いつつもその人に見てもらう舞台を作るというそうですねお好きだったというそんな学生時代の宮崎さんですが転機、はい、が訪れたのが、まあ、冒頭でご紹介したその「週刊先のモデルということですけどもね、はいえー、これはそのどんな戦いきから始まったんですかこれは 新聞広告を見たというところですね。うんはい、女子大生をモデルに撮りますよというその週刊誌の広告が出ていて、うん、それを見て応募したのがきっかけなんです。ご自身で応募はい。<お>それはえっ、ー、と大学の3年のもう暮れの方だったんですけれども、うんうん、なんでしょうねあの一緒に一度ぐらい何かプロの方に撮っていただいて。うんうん お見合い写真にもなるかしらぐらいな気持ちと、<う>何かそれをきっかけに。その地元の放送局の。うん、あの試験を受けるときに、うん、何かそういう話の種になるんじゃないかという下心も。大きくあって、応募してみました、うんうん。放送局に受けてみようという気持ちを終わり。ありましたね。あのなんか現場に出かけていって、いろんなものを見聞きして伝える仕事って。本当に素敵だなと、興味を持ってましたので。 そういう動機で、はい動れではまあ、ねえうん、ただそのなんでしょうね応募してなんか抽選なのかと思ってたんですけれども、えー、あのオーディションっていいますか、うん、呼ばれて面接があったんですよ東京でほうほうまあ東京に行かせてもらえるだけでも大学生としてはちょっとラッキーというぐらいの気持ちだったんですけれども、うんうん、面接って初めてだったので、えー、本当に緊張しました。どうでした いやーもう待合室にいられなくて、ええ、あの朝日新聞社の古い社屋ですけど寒い日にぐる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 外を回って臨、ええ、天気が回るのを外から見眺めたりしながら待ち時間潰しまして<ー>でその部屋に入っていったら一人だけお化粧もしてないんで、うん、ほっぺたがリンゴみたいなんですね。な <laughs> なんかそれがが珍しいいいって受けたみたみですす何幸るるやらなるほど <laughs> 素朴さが良かったで <laughs>、ね、何ですかね飾らないそしてああのま社会現象と先ほども申し上げましたけれどもカメラメーカーのテレビコマーシャルで<ー>まあ宮崎よしこという、はいね、女子大生の名前が日本中に知らわたるわけですけれどもそれからは大変だったんじゃないですかなんだかあの、うん、自分ではないようなことに感じましたねまたあの 熊本におりましたので、うん、あの東京でその評判になっているよということがちょっと遅れて地方はあのチャンネル数も少ないですテレビのねですしそのコマーシャルもそんなには流れなくて、うん、なので逆にそれで冷静でいられた部分もあったかもしれないですね。ねえー、もううずいぶん前のことででですすすががあれ出発そんか今お話伺っていてもいういしい宮崎美子さんが目の前に見えてきますけども。<laughs> えー、芸能界入りするまで伺ってまいりました。ここで一曲お届けしましょうか。はい。はい。何にしましょう。今夜はですね。うん、まあ僭越ながら、うん、あの私が思い出深い曲を選んでみました。はい、まずはですね。うん 桜田純子さんの私の青い鳥をお聴きいただこうかと思います。うん、そうなんですよ、うん、あの桜田純子さん、山口百恵さん、うん、森昌子さんの中三鳥を同学年なんですよね。うん、同じ年齢なので、いや宮崎さんとそうなんですよ。そうですかはい。なので、あの同じ年齢の中学生が大人の中に入って、うん、あんなお洋服を着て、あんな素敵な歌を歌って。 別世界だなって憧れていたので、うんうん、その思い出で、うん、はいじゃあまずあのお聞きください、はい、桜田純子さん私の青い鳥著作権使用許諾申請をしていないため音楽は配信できません引き続きトークをお聞きください私の青い鳥桜田純子さんでした今回は えー、新しいパーソナリティ宮崎よ子さんのこれまでとこれからを紐解いてバラバラにしていこうと思っておりますバラバラに困りましたね <laughs> よろしく、はいえー、お願いいたしますまあ、先ほどねあの学生時代に、えー、週刊朝日でその表紙を飾ってモデルデビューをしたさらにカメラメーカーのコマーシャルで大ブームになったというところまで伺いました、はい、さあここからはですね 本格的に芸能界へ進み、女優として、えー、活躍される頃のお話を伺いたいと思うんですけれども、はい、あの先ほどのお話で言うと、東京に出てこられたのはその写真の、えーえー、先行って言いましょうか、はい、面接では出てきたのがですね。そうですね。うん、あ、そうですね。で、あの次に出てきたその、えー、仕事で出てきた時は、うん、元気ですというドラマが決まっ そのたために上京しんですそれまでは別にこのデビューといってもそこからすぐ仕事を何か始めるということではなかったので家の黒電話に時々かかってきて出てきてくださいとかそんなことだったのでプロダクションでですとか入ってないの何もかもが初めての中でのスタートということですがそれで言えばですね いきなりドラマでしょ。そうなんですよ。そのお芝居は好きだけど、大道具が好きだったという。そう、よしこちゃんが。はい、いきなり女優デビューするわけでしょですよね。うん、無茶ですよね。いや、それでね、もうずいぶん、あの、いや、ちょっと無理ですよ。と、えー、あのプロデューサーの方、何度もその、うん、熊本にも来てくださって、何度もお話をしたんですけれども。えー、当時のこの T. B. S. の、あの、お昼のドラマの枠っていうのが、まあ、うん。 必ず新人を主役にして周りで皆さんがベテランの方が助けてくださるっていうかそんな中で育てていいいくみたなそううだったんですよねだからとにかくできないのは分かってるから飛び込んでみなさいっていうことでですそれをこうやって上京すると大学ももう一人行かなきゃいけなくなっちゃいますし。 ですけど、あこういうことをやる機会ってそうか一緒に一度しかないかなと思ってやってみました。うんええ、どうでした？うん、飛び込んだ世界は <laughs> あんまりにも何にもできなくて、うん、もうリハーサル室でヘアってなってしまった覚え出があります。も手も足も出ないというか、うんど、どうしたらいいんだろうって、うん、ですよね。そうなんですよ。うん、でロケに。 たら割と自由な気持ちでなんとかなれたので、うんうん、あやはり何おけのタイプなのか、なと <laughs> <laughs> 都会じゃないんだっていうね感じがしましたけど、えー、自然に気持ちが解放されたんでしょうね。はい、えー。しかしこの個別具体的にねこうセリフをやり取りする、はい、覚えてね、で自分のセリフだけ覚えてればいいってもんじゃないわけですから。うん、そうですよね。ねその辺はやっぱり勉強してきて入ってくる役者さんだって大変なんだから。うん それはもうね、女子大生の吉川ちゃんも大変だったどうか思う、本当思いますよ。あの、やはり、それは、あの、周りの皆さんに甘えつつ、教えてもらいつつ。うん、そういうことですね、励まされて、うん、あの、少しずつ、少しずつ、学んでいったってことでしょうか。えー、あの、一人では何もできないんですよね。えー、あの、やっぱり、セリフのやりとりは。えー、相手にぶつけて、戻ってくる反応を見て、<う>ということで。うんでね、一つ一つ、学んでいったと思います。うん まして周りはベテランばかりでしょ。先ほどの話で言えば、あの中でもまぶたの母みたいな役で、あの古いですね。その例えも高知 momoko さんがはい素敵なの、そうなんですよ。はいあの幻のお母さんみたいな役であのいらしてたんですけれども、そのなんだろうなすごく優しくいつもこう本当にあの役柄どうよこう見守っててくださってで。 終わり頃になもうその仕事終わったら帰れって言われてたんですけれども、うん、でもあまりにもできなくて、うん、逆にちょっとこれでなんか悔しいな、うん、ちょっと続けてみようかなって気持ちが芽生えていて、うんうん、どうううしししたたらいいいででょうっててのは何か相談をみんすね、うんはい、そしたらあの「そういう気持ちが終わりだったらもう少しお続けになってみたら?」って優しくおっしゃってくださって。<laughs> うん なんか勇気をもらった気がして、うんうん、はい、そこですね。えー、はい、きっかけを作っていただきました。あでもいい出会いがありましたね。はい、本当にえ、うん。そうしたなんでしょうやはりこのお昭和の時代のね、えー、テレビ制作現場の空気とでも言うんですかね。今とはやっぱりだいぶ違うんですかね。そうですね。あの今ももちろんあの。 熱気はあるんですが、うん、なんだかもっっと暑かったような気がしますどこか何でしょうねこのテレビのドラマの世界自体がテレビ自体が若かったのかしら、うん、こうやたらとうん暑い時々あの。 喧嘩が始まっちゃうぐらいな、そんな熱さ <laughs>。そうですか。うん、ちょっとだけ、今より乱暴なとこもあったかもしれませんね。んそれぞれが尖ってたような気がします。各パートが。<laughs> で,でも、そういうもんだと思って、ちょっと荒っぽいところもありながら。うん、あの、あ、こうやってものづくりって、みんながね、うん、あのぶつかり合って。作っていくんだなということを、うんうん、はい。えー、学んだ学校みたいな場所でした。あ、そうですか。 でそんなふうにしてこういろいろ役を、まあ、経験されてくるわけですけどどうでしょう宮崎さん、はい、どの辺りからあお芝居って面白いなって思えるようになりましたあの ?25 歳デビューしてまだそんな経ってないんですけれども、うん、黒澤明監督の「ンに出演した時。こうやって 映画というのは作られていくんだなというのを、あの割とその撮影期間、うん、も準備期間も長くて、うん、その場でこう見ることができたのが、うん、とてもあの勉強になりました。はい、<laughs> なんて言えばいいんでしょうね。うん、あの監督はとても怖い方だというイメージだったんですけれども、えーえー、確かに初めてお目にかかった時は、もうあのハスキー犬のような、あの <laughs> 瞳にうわ。 ちょっと恐れてしまったんですけれどもニコッと笑いになると本当に優しくてで衣装を足軽の衣装だったかなあれ見たのは白いのにレンコンですとか芋版ですよねああいうものをペタッペタッとスタンプして作っていかれるんですよそれをご自分で作業されてるコニコで本当に楽しく楽しそうにやってらっしゃる様子を見て。 映画ってこうやって人の手で一つ一つこさえていくんだなっていうのをまたその何かを作る現場ってまた見直すことができたっていうことですねそれはとても大きな財産でした、うんね、だけど世界のクローサーサででしょそうなんですよね世界のクローサーの前で私はお芝居をするんだって。<laughs> 盟友さんでもベテランさんでも足がつくむという話も聞いたことがありますけれどもよしこちゃんんはどうだったでしょうもう大変ででしたね逆にもうあまり緊張しすぎて何もできないんですけれどねリハーサルこういうところに監督とそのシーンに出る役者だけが入って紛争もちゃんとしてリハーサルするんですけどそういうお芝居をやってみると今のは少しお芝居だったね でもううそれでででで終終わっちゃう却下終わっっちちゃゃんですよね全部見抜かれてしまうので、うん、もうああの素直にね、うん、こうそういうなんかや,やろうっていうような気持ちじゃなく本当に素直にその役でいなくちゃいけないんだなっていう,うん、うん、これまたあの本当のところを教えてもらいましたうん、うん、それが一番難しいんですけどね。ねええ、でそういううっと汗をかくようなね思い <laughs> をしながらやめなかったそうですね。ねうん なぜでしょうね、うん、だんだんやはりその難しさ最初のきっかけもそうですけれども、はい、難しさが、まあ、ちょっと悔しさだったりじゃあどうすればいいのかっていうことにつながったんだと思います、うんうん、そして、えー、っと出会いがあったんですね黒沢さんの遺行ですね、はい、残された脚本で、ねうん、映画「雨上がる」というのがあって。えー それで、はい主人公の妻を演じる機会があって、うん、それがとても大きかったです。うん、はい。で、日本アカデミー賞の優秀主演女優賞ですもんね、えー。デビューしてちょうど二十年目、うん、そうです二十年目だと二千年の作品で、でうん、なんかようやくそれで、あ、あの演技の世界にえいて、うん、女優です。 って言ってもいいんでしょうかいいのかな許されたような気がしました、うんうん、この監督が小泉高橋監督、はい、そうですねね<え>、ずっと黒沢読みにいらしてそうですよね、はいええ、その現場というのはどんな印象でなったりしますか、はい、小泉さんは本当にもうあの居合いの達人でもいらっしゃるのでほ<ー>もう筒字をスッとしてもきっちりした方でうん、うん で、あのでも優しいんですよ。うん、で、あの黒沢組という皆さんがもう大勢集まって、ええ、なんか思い出話に花が咲きで、どこかで<ー>あ、黒沢さんどっかにいらっしゃいますよね。ってい、うん、なんか、いつもその存在を感じるような。うん、そんな現場でした。うん、本当にいい出会いだったなって思います。うんええ、自分でさやって。あの？ 高めに登っていこうというある種のその前向きなスタンスがないとね、そういう出会いも来ないって言います、ね、なるほど。うん、これからも精進して参ります。なん <laughs> でしょうか。そうですね。はい。ぜひ精進してください。<laughs> <っ>頑張ります、えー。女優宮崎義子さんの歴史を駆け足で振り返ってきましたけれども、ここでまた一曲参りましょうか。<え>次は何にいきましょうはい。あの先ほどもあの元気ですというドラマを、うん。はい。 がまあ、デビューだったとご紹介したんですけれどもその主題歌「はい、吉田拓郎さんの元気です」をぜひ聞いていただきたいなと思いますね。やっぱりあのフォーク世代としては吉田拓郎さんというのはね何、うん、だろうその代表とい、ね、う、ねうん、あのいいお声で。 かっこよかったんですよね、うん、実際にお目にかかることになろうとは、うん、本当に夢にも思ってませんでした<ー>ましてや<ー>このドラマの曲を作ってくださるなんて、うん、ぜひお聞きください、はい、吉田拓郎さんで元気です著作権使用許諾申請をしていないため音楽は配信できません引き続きトークをお聞きください吉田拓郎さんで元気ですお送りしました さあ、今度はですね。宮崎美子と昭和というテーマで、お話し進めていこうと思いますけれども。どうでしょうね。宮崎さんにとってのこの昭和というのは。どんな時代だというふうに。はい。もう、あの、隠してもしょうがないですから。私は昭和三十三年生まれなんですね。そうすると、あの、人生の。前半が。昭和。だったかな。で、まあ、後半ですけれども。あの。ちょうど高度。 経済成長期に育った子供なので,で、ねうん、なんかこうどん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 いろんな新しいものができてくる、うん、こう目の前にこう現れてくるこうワクワクするような時代がまず子供時代だったかなでもいろんな出来事が実はあったんですよね,、うん、よね大きな事件もあってそれはあの今いいですかどうぞあの3億円事件って今急に思い出しちゃいました。<laughs> はい あれって子供の時いくつだったんだろう。うん、昭和43年ですね。じゃあ小学生ですけど。そうですね。うん。どう連日報道されてましたよね。そうなんですよね。えー、テレビをつけるとやっていて、うん、でまず子供にとって、うん、だって <laughs> 10円玉持って駄菓子屋に行くような子供たちが3億円っていうその大きな額がじゃどれだけどんなものかもわからないし、うんうん、なんかだから。 ドラマのように消えちゃったでしょ。うんうん、そうですね。で、えー、解決できなかったでしょ。いや、とても不思議なことが世の中にはあるんだなって、ものすごく印象深く残ってるんですよ。うんうん、石澤さんはどうですか。三、うん、億円事件で、ね、えー、いろんな、あの。映画でも、あの、テレビドラマでも。やりますよね。周到、ね、綿密に準備された事件で。はいはい どうしたあいものを、事件を起こしたのかって言うのは、正直ね、うんえー、疑問に思いましたけれども。あんだけ、あのー。頭のいいことをするんだったら、それを別のとこに、受けたらよかったわにな。な <laughs> と本当そうですよね。ね<ー>そして、あの、モンタージュ写真というのが、今でも、パッとこ、こ、うん、う。覚えてますもんね。うんうん、覚え出せますもんね。あのー、白バイのヘルメットかかって、ね。かです、ね、でちょっと、こう。 説話マイクつけてた。そうでした、そうでした。不思議な事件だったな。子供の心にはなんだかとっても焼き付いてしまった事件でした。うんうん、ねはい。あの三尾犬どこ行っちゃったんでしょうっていう風にね、<laughs> 子供たちの間では話しちゃいますけどね。<laughs> 本当にそうですよね。ねで、億というお金の単位がね、そう、ピンときませんよね。はい。うん、ええー、そのお昭和の、えー、宮崎さんのお話で言えば。はい あのお誕生年がそうなんです。東京,東京タワーと同い年なんですよ。千九百五十八年の確か東京タワーも十二月なんですよね。私も十二月なので、ええ、本当に、ええ、あのはい同い年ってこう肩を叩きたくなるような <laughs> <え>ちょっと嬉しいですね。そういったこう、うん、日本や昭和を象徴するようなものと、うんね、同じ歩みを歩、ええ、けてきたのかな東京タワーというと何かね。 心の奥でね、ずっとこう来るようなね、あ,<ー>ありますね。えー、あの今でもちょっと仕事が遅くなって、えー、夜高速道路で帰るときにね、えー、オレンジ色にライブダプターってるあの東京タワー見るとね、やっぱりいいんですよね。あの形も本当にいいんですよね、優雅なね、ねそうなんですよ。えー、やっぱりスカイツリーとはまた違う。はい、その時代のなんだろうな、うん。うーん 昭和に、ね、戻されるような引き戻さされるような懐かしさもありますね,、うん、ね東京のランドマークであり昭和という時代のね時代のランドマークでもあるのかなというふうにいいつも思いながらやっぱり見ますね、うん、さあ、えー、東京タワーと同じ年に生まれた宮崎さんですけどあのお本当に多方面に展開されますが、えー、お芝居だけではなくて。 クイズ番組でも活躍をされているという <laughs> ね、あのクイズダイビーのことをご記憶の方多いと思うんですけど、<laughs> そうですね。あのクイズ番組に出るってのはどんなお気持ちだったんですか。抜き打ちテストってありますよね、学生時代に。<laughs> はい、それを毎週受けるような気分ですね。うん、はい。あれは全く打ち合わせも何もなく。ないんですよ本当にあ。よく聞かれるんですよね。<laughs> うん、あの答えを教えてもらわないの。ないです本当に、うん、抜き打ちテストです。 うん、準備のしようがないだろうなと思うんですが。そ,そうなんですけれどもね。うん、あの当時、クイズダービー、私が入った時は、あの。篠沢教授がいて。はいえー、そして、三択の女王、竹下。さん,さん、うん、そして、原平さんがいらしたんですよ。ある時。ね、いや、もう、どうして。うん、え、こんなの、ご存知。 っていうなんかそのお坊さんに関する問題だったんですけれどもお一人だけ鮮やかに正解されて原平さんに3000点みたいなどんと正解されてああ不思議だったのでなぜあんなのをご存知なんですかって言ったら本当に済ました顔でいや先月号の月刊住職に載ってたよって済ました顔で何でもなくおっしゃったんですね。住職 チェックされててるんだっていう、うんま、やはりこう時事漫画をお書きになる方はるやはり広く、うん、そういうものを見てらしたんですね、うん、今ならこうネットでね検索されるようなことも、うん、当時はやっぱり全部こう、うん、手にして目にして、うん、仕入れてらしたんですねそういう知識を。 ね、あの行き渡るよりね、はい、取材をしている、勉強してるってことで言えば。宮崎さんだって、もう読書大好きだと伺ってます。<laughs> そうですね、うん、本を読むのは好きですね。うんうん、そうそう、そういえば、あの昭和。を、うん、あの振り返るのにぴったりの。小説に最近出会ったので、これ、ちょ、ちょ、いいですか、ご紹介したいと思います。あの辻正樹さ,さんという、うん、えっと、現在八十をいくつかな、うん、昭和。 年の生まれですかね作家なんですけれども私は辻正樹さんのお名前は子どもの頃に見たいろんなテレビアニメの脚本家としてよくテレビ拝見してたんですけれども探偵小説もお書きになっていてえっとですね昭和12年の探偵小説という副題ですけれどもねそれ出ていてそれはね「深夜の博覧会」っていう探偵小説です。 昭和12年そしてその後昭和24年の推理小説というのが出てるんですよ、うんうん、そのタイトルなんですかえ、そうなんです<う>それが副題でタイトルはたかが殺人じゃないかという、うんうん、そのまあ登場人物も一部その共通してるんですけれども、うん、その昭和12年だから当時ではですからやはりその 探偵小説なんですよね当時で言えばその探偵が出てきてこう名探偵が推理していくうん、うん、それが昭和24年になると推理小説でその続編として今昭和36年のそうするとどうなるのかな、うん、ミステリーとかになるんでしょうかそれをお書きになってらっしゃるんですけれども。うんうん この昭和の時代のその空気もたっぷりと、うんうん、そしてその時代ならではの事件が起こり解決し、うんうん、で昭和24年っていうのがねかが殺人じゃないかちょっと長くなっちゃってすみませんいえいえこれがあのはい、戦後あの初めて学生学校の制度が変わって新生 高校になって男女教学初めて男女共学になるっていうその高校生たちのみずみずしい青春小説かなと始まったらやはりその戦争の背景が色濃く残るその時代を生きてるその事件でそ,そこで起こる事件でもう本当にその,その時代を生きてこられた作家だからこそ書ける。 あのなんか追体験できるおあ昭和を追体験できる推、はい、理小説なんですよ<ー>昭和36年のになると私もちょっと分かるかなっていうのを今から本当に楽しみにしてるんです <laughs> <ー>、はい、すいません長くなっちゃって推<ー>理小説好きなんであそうですか。うん 判定小説推理小説,理小説そしてそれがあミステリーと、ね、時代によってねそういう色合いが出てくるんだろうということです、はい、そうですかうんやっぱりあのこんなにお忙しい毎日でも本は欠かさないそうですね、うん、好きですねはいあの今どちらかというとこう映像でねスッと終わってしまうことが多いですからね。えーえー あのめくる方ですか、きちっと。めくる方です。電子図書じゃなくて。なくて石澤さんどちらですか?うん。一ページ一ページ、行ったり,来たり行ったりと。そう,そう、その行ったり来たりがね。ねうん、そうなんですよ。特に推理小説は、ずいぶん遡ってで、手がかりをもう一回確認しなきゃいけないんで。うんうん、絶対めくる方ですね。そうですか。そういう五本も大好きな宮崎さんでありますが。<laughs> さあ、あもう一曲ここで伺いましょうか。よろしいですか?うん。 橋幸男さんと吉永さゆりさんのいつでも夢をまあまさにこれは昭和ですよねですよね本当、えー、に大好きでしたうん、うん、いや今も好きです、うん、では皆さんどうぞお聞きください、はい、橋幸男さんと吉永さゆりさんでいつでも夢を著作権使用許諾申請をしていないため音楽は配信できません引き続きトークをお聞きください いやいつ聞いても爽やかな歌声ですけどね、はいえー、橋幸夫さんと吉永小百合さんでいつででも夢をでした、えー、本当にあの芝居にバラエティーにとね多方面ですけれども宮崎さんの,そのいろんなことをやるけれどもでもぶれない私の軸はこれよっていうことで言うと何でしょうね。やはり、うん、演じることですね、うん、できないながら、うん、やはりあの。 なんでしょうね、うん、正解があるようなないような、まあるんでしょうけれども、うん、こうどこまでも追求していけるものですよね、うん、きっとね。お芝居の世界、ね、そうですね。ええうん 年齢なりにそれはあの続けていきたいなとでもこのラジオも挑戦ですから毎年ね、うん、あの特に歓暦を過ぎましてから、はい、あの守りに入るんじゃなくていろんなものに新たに挑戦していきたいなと思ってるんですよ。うんうん、で例えばそうそう前からやってみたかった、うん、木登り好きから発展したボルダリングですとかね、はい、それ YouTube のチャンネルで、ええ、はいあの。 やっていたりするんですけど、あのわずかなとっかかりに引っかかって登っていこうってんでしょ。はいはい。やってらっしゃるんです。そうなんです。よ面白いですよ。ぜひいつか伊沢さんご興味おあり。あお気持ちだけで。わずかなとっかかりで、まなんかそういう気持ちでいたいですね。はい。ボルダリング始めたラジオも、まあこうやって新しい番組に参加していただいた他には。そうですね。まあ役柄。 これからの役っていうとあ、うん、まあでも娘役から母親役になり順調にばあば役に移行してますから <laughs>、はい、まあそれも日々新たな挑戦といえば挑戦かなという感じです。ねえあの 特に俳優さんの場合には、えー、も,うもっと新しい役もっと違う役っていうふうに、うん、あのお知らう多いですよねまあでもそうですね結局自分の中にないものって出ないので、うんうん、まあでもまあ自分の中にとっても冷酷な殺し屋がいるかもしれない、うん、<laughs> なんかい,あのいろんな役その巡、うん、り合えたら、うん、もう全力で挑戦したいなと思ってます。ね 自分でも気がつかない自分の中の新しい役って、ね <laughs> えー、それできるのは役者さんの世界ですもんね。そうなんです本当にあの当時は思わなかったけれどこうやって続けてみて、うん、ああなんて面白い職業に定年もないし<ー>やりがいのある仕事につけたんだろうって大事にしていきたいなって思います。うんうん、あ素晴ららしいいここととでですすねねそそうややっってて思えるののは、ねはい、大事ななよ、ねうん、いやだから今度どんなその <laughs> 宮崎この別の顔を見せてくれるのかねお聞きの皆さんも楽しみにしていただきたいと思いますけれどもそうですねあの私自然番組のナレーションなんかも長くて自然の場所に豊かなとこに行くのは大好きででもやっぱり今行きたいっていうとふるさとでしょうかねなかなかそのコロナの影響でね帰れなかったので今の季節これからの季節ですとね ロケで行ったことがあるんですけれども、うん、みかんの花が満開のみかんの丘って本当にいい香りでね。えー、あの、あの歌のみかんの。あ、うん、花そうそう、それです。えー、その情景、そのまんまなところが熊本にありまして。うん、ちょっとその季節行ければいいなと思ってます。はい。ねえ、本当にこのコロナの霧がふわっと。吹き出てほ、ね、しいですね。いいすね本当に。 さあそしておしまいにですね宮崎美子さんが今思い描いている夢を教えていいただければと思います、はい、先ほどのお話ともちょっとつながるんですけれどももう究極の理想の形は、うん、あのおばあちゃんがですねその縁側にポツンと座ってるわけですよ。うんうん、で何にもしてないそこにいるだけなんですけど。 あいるだけでいいよね。なんかホッとするよねって言われるようなうもう究極です。うん、そういう人に私はなりたい、うん、<laughs> <laughs> 理想はそこです。ね、まあまだだいぶ先のことだと思いますけどね。理ですね。はい、証人、はい、いたします。はい、えー。今夜は宮崎義子さんの反省をとこ,こに書いてあるんですけどね。<laughs> <laughs> ちょっとねこれからだって言ってるのにね。はい。まあもろもろ伺ってまいりました。はいえー まだまだ伺いたいことがたくさんあるんですけれども今夜はこの辺でということにして、はい、もう一曲お聴きだきましょう。はい、さあ締めの曲はそうですねこれはは、ね、大大好きな曲な曲んんです大滝一さんの君は天然これもこの時代を、うん、えっとですから40年前になりますかこの時代といっても仕事を始めた頃ですけれども、うんうん、もうあの年あの夏を象徴する曲だと思うんですよね。 大好きな方大勢いらっしゃるんじゃないかと思います,す、ね、大竹栄一さん君は天然色。著作権使用許諾申請をしていないため音楽は配信できません引き続きトークをお聞きください君は天然色、大竹栄一さんでした続いてはサンスターちょっと気になる健康の話 お医者さんに行くほどではないけれど、ちょっと聞きたい健康のお悩み。そんな悩みをリスナーの皆さんからお寄せいただき、専門家の方々にお答えを伺うコーナーです。4月の担当は、医療法人友人会稲田クリニック院長で、サンスターのメンタル産業医でもいらっしゃる稲田康史先生です。稲田先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、では、今月はですね、 心のお悩みということで取り上げていこうと思います。では宮崎さん今日のお便りご紹介ください。はい。大阪府にお住まいのラジオネーム桜総さんからメールをいただきました。桜総さんありがとうございます。一年以上続いているコロナ禍の中で年齢男女を問わず大なり小なりストレスを感じていると思います。そんな時でも人生を また毎日の生活を少しでも楽しく豊かに暮らすためにストレスを上手にコントロールするにはどうしたらいいのでしょうか、うん、これは大きなねテーマだと思いますよ,すよ、ねうん、私もぜひ伺いたいところですけれども、はい、このストレスを上手にコントロールするやり方ってあるんでしょうかはいまずよく眠る よく運動する、まあ、太陽の光を浴びるっていうようなことはよく言われる対処法ですよね、うんはい、いつも同じ時間に起きていただくとか、まあ、バランスのいい食事をとるとかっていうような部分、はい、もう一つ注目する方法としましては、うん、マインドフルネスっていうようなものが今、よく言われてます。マインドフルネス。はい。 えー、心を今に向けると言いますかね、うん、まあ人間っていうのはストレスがかかりますとその日あったことを含めていろんなことをぐる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 、まあ、過去にあった嫌なことを後悔したりですとか先に考えてもしょうがないことを心配してそこからまた不安になっていく<ー>そういったのをぐるぐる思考っていったりするんですけどもこれ止められるともうちょっと楽になるんじゃないかなというのが、まあ、マインドフルネスみたいなものの考え方になります。 ぜひそのぐるぐる思考を止めたいですそのマインドフルネスを得るいい方法ってありますか <laughs>、うんはい、要はそのぐるぐる思考を邪魔をしてあげるということが大事になりますので、えー、他のことを考える他のことを考えるのも急に考えなさいというのもなかなか難しいので、えー、よく使われるのが禁止感法というようなものですね。 検視観要は体のほうに注意を向けるということ、体の変化ですね、注意を向けることで、余計なことを考えなくて済みますよね、うん、例えば、つねってみたりとかすると、はい、そこに痛いというところがありますので <laughs> 注射の時よくやりますそうですねあの、そうすると一瞬だけでもなくなってしますよね <laughs> なるほど、はい。で、実はリラックスするためには、一旦自分で力コントロールできるときに力を入れて、うん、抜いておくと。 抜くときにリラックスができますので、とりあえず一旦力入れてみてください。えっとね両手の拳を思いっきり握っていただいて握りました。握ってはい。二三四その後に力を抜いてください。はい。力抜くときって息吐きますよね。吐きますね。書いてましたよ。見てさい。今この力抜けるところに感覚を向けると。あ抜けたな。 ですとかね。うん、あるいはこれ力を入れることでちょっと体温が上がるというかね、あえー、熱くなるような感覚が出てきますので、うこういったところをやっていただくとなんか若干マインドフルネスの練習になったりします。これは簡単にできますし、うん、これちょっと覚えておくといいですよね。くよくよから抜け出せるかもしれない。うん、桜総さんいかがでしたでしょうか。えー、これ一度試してみてくださいね。うん、先生、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。 専門家に健康のお悩みを聞いてみたいという方は、どんなに小さなことでも構いません。番組までお寄せください。採用させていただいた方には、番組から記念品を差し上げます。なお、このコーナーは診察ではありません。深刻な悩みを抱えていらっしゃる方は、ぜひお医者様を受診してください。サンスター、ちょっと気になる健康の話でした。 今日はこれから番組でご一緒していく宮崎よ子さんのこれまでとこれからを伺ってまいりました、えー、宮崎さんのお話、えー、今日語り尽くせなかったことについてはいやいや <laughs> これからも折に触れて伺ってまいります,いやいやすさあお別れの時間が近づいてまいりました一回目の放送でしたけれどもいかがでしたでしょうか石澤さんがとてもあのこう なんでしょうね引き出し上手でいらっしゃるのでもうなんか乗せられて喋っちゃいましたありがとうございます <laughs> どんどんお話しくださいねこれからもねいいいいはい。さあ来週はですね学校給食の話と題してお送りしようと思うんですが <laughs> まあ皆さん学校給食にいろんな思い出あろうかと思いますけども宮崎さんは給食お好きでしたえっと苦手なおかずもありましたね <laughs> でもカレーかな好きだったのあそうですか、はい あんまり私はいい記憶ないんですよね <laughs> すお美味しいと思ったことがなかったかなじゃあ来週楽しみにしてますそうですね<れ>無口になろうかと思ってます <laughs> そんな <laughs> さあこの番組ではホームページインスタグラムツイッターフェイスブックも新たに開設いたしましたスタジオの収録中の写真などぜひご覧いただこうと思いますラジオで語る昭和の話で検索してぜひチェックしてみてくださいではまた 来週のこの時間にお会いしましょう。ラジオで語る昭和の話。お相手は宮崎義子と石澤のりよでした。